皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。10月28日、2019年11月、21年3月末まで、なにわ男子と AAA グループが出演していた関西ローカル番組、なにわから a a 吹きかせます。関西テレビの公式 X が3年半ぶりに更新された。その意味深な内容から、同番組復活に期待する声で X は沸騰している。 画像ミセスの大森さんにしか見えなくて、なにわ男子、道へ、美じやばすぎる、ヴァンパイア姿。同番組は、両グループが関西ジュニア時代に出演していた冠バラエティ番組。なにわ男子はキラキラ系の学校、なにわイケメン学園、A A、グループは根性を前面に押し出した、えいえ男塾、に通っている設定で、様々な企画に挑む番組だった。 関西ローカル番組だが、ギャオ、23年末にサービス終了、でオリジナルコンテンツが配信されるなど、全国でも親しまれていた。新たな投稿には文章はなく、当時、制服として着用していたなにわ男子のチェックブレザー、AA。グループの短弾衣装がずらりと並んだ写真のみ投稿されている。3年半ぶりの更新であることに加え、当時は6着あった AA。 グループの衣装が5着に福本体制2523年末大賞の脱退により5人体制となった現在のメンバー数と同じになっていることもありファンは沸騰復活願っちゃっていいんですかこんなこと言いたくないけど AA の衣装が5着ということは最近ってことだよねよく数えたら青の制服5着なのよねやっぱあれから5年的なエモポストじゃなくて予告ポストなのよね 制服が5着ってことは昔撮った写真とかじゃなくて新作ってことやんなぁ。などなど、復活を示唆している、と指摘する声が多く寄せられているのだ。なにわ男子は昨年、相次ぐ熱愛報道から、ファン離れ、が起きてしまい、勢いが失速していましたよね。今年5月にデビューした AA。グループも、個人としてはともかくグループ全体が爆発的に盛り上がり、 国民的存在になっているかといえばそこまでではない。ですが番組「なにわからええ吹雪きかせます」が復活することがあればそれが追い風となり再度勢いが出てくるかもしれませんね女性誌編集者。なにわ男子は23年8月に西畑大吾27が読売テレビの足立佳穂アナ25と9月に長尾健と22。 元セクシー女優と11月に高橋恭平24が人気グラビアアイドルで女優の黒木光24と3連続で熱愛が報じられファンはドン引き熱愛発覚前に発売されたフォースシングル「スペシャルキス」23年3年月8日発売の初週売り上げが51.6万枚「オリコン」「調べ」だったのに対し 高橋の熱愛発覚後に発売されたシックスシングル、IWISH は初週37.0万枚と、大幅に数字を落としていた。最新シングル、恋する光24年8月28日発売は40.0万枚と少し回復しているが、熱愛発覚前の勢いには戻っていないといえそうだ。一方の AA、グループも、デビューシングル、 A、ビギニング5月15日発売は初週62.5万枚を売り上げたがセカンドシングル「g ッ t t a b 10月9日発売は39.1万枚と勢いようとしている「g ッ t t a b もオリコン1位ではあるのですが数字は落ちていますよね現在の STARTO エンターテイメントの体制ではかつてのジャニーズ事務所のような影響力を使った ボリ押しはもうできないそれもあり、毎日のようにテレビやマスメディアに出て、ファン以外、日本中の人々もえええ、グループを知っているという状況にはなっていないことも売り上げに影響しているのではないでしょうか。コンプライアンス違反、で事務所をクビになった元メンバー、福本さん関連の方が、話題性だけで言えば大きい感じもあります。そそしてそんな彼ら 旧関西ジャニーズはジャニーズ事務所の崩壊で、最強の後ろ盾を失ってしまったということも指摘されていますよね、芸能プロ関係者。旧ジャニーズの関西グループの多くは、ジャニーズ事務所の社長だった藤島ジュリー恵子氏の寵愛を受け、強力なバックアップ体制で押されていたとされる。今やベテランのスーパーエイトも、若手時代はジュリー氏が強くプッシュし、 テレビ各局にも積極的に売り込みをかけていたジュリー派のグループとして有名でした。さらになにわ男子はぶっちぎりのジュリーにジュリーのお気に入りグループと評され、写真集の中身やテレビ番組の内容についてジュリー氏が直接意見を言うこともあったといいますね、全道なにわ男子のデビュー記念日は当時ジュリー氏が社長を務めていたレコード会社 j ストーム、現、 ストームレーベルズの創立20周年記念日である2021年11月12日、さらにデビューイベントが事務所史上初の空港、羽田デビューだったりと目に見えてプッシュされていた。ジュリー氏はええ、グループにも期待していて、当初は2023年9月に行われるバレーボールワールドカップの場でデビューが発表されるはずだったが、同年にジャニー喜多川氏。 去年87の加害問題が勃発その影響でデビューが白紙になったといわれている。結果的に今年5月15日、AA グループは初の START 王者からデビューのグループとして CD デビューを叶えた。加害問題で事務所に強い逆風が吹き、ジャニーズ事務所は消滅。マネジメントは START 王者体制に移行し、 東京家のジュリー氏が退場したことで、関西グループは最強の後ろ盾を失ってしまったと。それで一時期、勢いを失ってしまった感もあったのですが、ただ、タレントここではバラエティ番組や俳優業で活躍していることからも分かりますが、彼らには間違いなくポテンシャルがありますよね。今回の番組、何にから永遠吹雪きかせます。復活を示唆すするポストもそうですが 関西グループは STAART 用車の体制に移行後、一致団結して再始動している感じもある。ここから少しずつ巻き返していくのではないでしょうか。前室の芸能プロ関係者、今年5月3日には、スーパー A とウエストなにわ男子による合同ユニット KAMIGATA ボーイズが結成された。9月14日にはそこに AA グループも加入。 先月の9月21、22日には若手の関西ジュニアを含む総勢106人で大阪ヤンマースタジアム長居での単独コンサートを開催。動員数は2日合計で11万という大盛況だった。コンサートや CD が売れているのですから、次に目指すはテレビでグループとしての存在感を強めていくことではないでしょうか。それこそ、スノーマンはバラエティ番組。 「それスノーマンにやらせてください」TBSK の影響で、グループとして一般層の人気も得ています。ジャニー氏の愚行は許されざることですが、23年9月から旧ジャニーズと STARTO 社を締め出していた NHK も態度を軟化。10月16日の定例会見で取引再開を発表するなど、同社のタレントにとって良い方向に向かっている感もありますよね。現状は スノーマン一強とも言えそうな状況にある START 王者ですが、これからは関西グループが再び勢いを取り戻していくのではないでしょうか。もしかしたら、その起爆剤の一つが、何にから A f 吹雪かせます。の復活なのかもしれませんね、全道、番組、何にから A f 吹雪かせます。はフジテレビの系列局で放送されていた。 当時から全国ネットでの放送を望むファンも多かったが、復活はなるか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。